ジャンボの愉快な旅クラブ。旅は人生を豊かにする。ジャンボツアーズがお届けします。皆さんおはようございます。さあ今週は日本トランスオーシャン航空で4月に、ジャンボツアーズ富山とかアルペンルートを、ずっと毎年たくさんのお客様にご紹介してるんですが、今回は、名付けてツアーもですね、絶景の連続、白山、白川郷、ホワイトロード、世界遺産の白川郷から始まる日本アルプスの美、そして古都金沢へ3日間のツアーを作りました。もう本当に沖縄ではこの絶景が見れない、山の頂にはまだ残雪が残ってる、そんな素晴らしい世界のところをずっと走破しまして、世界遺産の白川郷の方へ皆さん方をご案内します。富山の砺波にあります砺波の温泉の方で1泊目のお宿をご用意しました。さあ翌日です。乗り物が6つあります。アルペンルートを完全走破しようとしますと、まずは立山から立山ケーブルカー、立山高原バス、立山トンネルトロリーバス、そして立山ロープウェイ、黒部ケーブルカー、そして徒歩で黒部ダムの方に行っていただいて、おしまいが電気バスで大木沢の方に来ていただきます。1月の上旬ぐらいにはライチョウが子供を後ろに連なって歩いている姿とか、日本カモシカとか、いろんなものが、そして大自然の中で育まれた動植物が見ていただけるチャンスがたくさんあると思います。また、6月の後半からは黒部ダムの放水が10月の中旬まで始まってます。この時期ならではのアルペンルートを楽しんでいただいて、古都金沢の方に行きまして、金沢といったらおでん食べたり、お寿司でも有名ですよね、そして加賀懐石でも有名ですよね。いろんなプランが携帯電話から、またちっちゃなラップトップからもいろんな金沢の情報を見ていただいて、あえて夕食を外しました。さあ3日目は、高林坊の金沢の中心地で清々しい朝の目覚めをしていただいた後、城下町をゆっくり散策しながら三大名園兼六園の方に行きます。兼六園の方では皆さん方自由に、もちろん入場券を渡した後自由に楽しんでいただいて、その後金沢切手の金箔の世界白座の方にご案内した後、専用貸切バスで小松空港から、沖縄の方には3日目のそうですね、4時過ぎに到着ということで、たくさんのお土産も持っていただいて、このツアー、2泊3日で5万9800円で白山、白川郷、ホワイトロードも組み込みました。このチャンスにぜひ楽しんできてください。この番組はジャンボツアーズがお届けしました。さあ次週は同じ日本トランスオーシャン航空で小松線を利用して、なかなか福井の魅力をピシッとやるコースがなかったと思いますので、福井を引っ掛けた3日間ご案内します。